クリアできないお兄様が大量に発生中、に対するみんなの反応。クリアできないお兄様が大量に発生してる模様。何はろとんねん。しゃあない。韓国でもお兄様大量なんか？まあ史実とか知らんでアニメから入る人がほとんどやからな。選択チケでライスか実用的なオグリかで喧嘩してるって見かけたで。繰り返されるライスの悲劇、お米剣の悪夢。まんま初期の日本やん。懐かしい。お兄様の苦悩と戦いは万国共通なのか。初期の春天の鬼門っぷりは尋常じゃなかったな。ほんま日本と同じ流れ踏んでるな。選択チケはダートも走れて適正距離多くて相性悪くないオグリがええぞ。なるほど、ほなライスで始めるでポチー。エースになるんやから一番好きなキャラをまずは獲得するだろ。根性が重要捨てになって前より難しくなってるんやろな。中国は競馬に力入れていくみたいな話聞いたけど韓国競馬ってどうなんや？よっぽどじゃなきゃ詳しい人おらんと思うわ。ワイもようわからん、守護馬として韓国に渡った馬がちらほらおるくらい。例えば綾部さんの妹弟が韓国で後継守護馬を残したりしてるで。あと JRA と KRA は仲がいいらしい。サンデー旋風どころか JC 創設の頃の日本にも及んでないかも。地盤固まるまで時間かかる感じか。なんか韓国のプロも画像見たけど日本より広告費かけてそうやったな。広告の量を見る感じ、カカオゲームズがかなり力を入れているようですね。韓国野球の球場のバックネットにデカデカと馬娘の広告出てたのは草生えたわ。日本でも連敗中の阪神が応援されてたからセーフ。何度負けても首を下げなかった阪神。ロンドンタウン G1 に連覇の僕が実装されますねこれは。はいできん？レジェンドレース VS ロンドンタウンオール1200、全金得。韓国ではライスのことパップって言われてるのかな？10年くらい前に流れてたご飯怪獣パップで韓国語のご飯がパップって知った。トレセン学園にはご飯怪獣オグリがいるけど。まあライスもご飯怪獣の一人だし朝はパン派。パクパクよかった、私は許されましたわ。サポカ実装は日本と同じ流れになるんかなぁ。賢さやシャカール人権だって情報流してクリークが人権になってても良さそうなもんだがね。そういえば北さんもない頃か、初期メンバーでスピサポは運よく引いた帝王を使ってたけど今考えると罠に近い。スピード帝王も初期だけで考えたら悪くないんだけどね。ファイン、ビコペで厳選してる赤がたくさんあったって報告あったからある程度伝わってると思う。今の感覚ならリセマラはファインなんだろうな。すでに日本の YouTuber が韓国向けにファイン人権だって動画出してたりするよ。長い目で見るとファイン最強は間違いないけど初期環境だとどうなんだろうね。海外にはオグリの英雄伝補正がないから、日本とはちょっと違うな。日本の馬娘プレイヤーもオグリキャップはせいぜい名前を知ってるだけの人が大多数じゃないのか？ディープとウララしか知らんという人も大量にいるし。姉ちゃと同い年だけどオグリはなんとなく名前を聞いたことがあるかどうか程度よ。武豊は知ってても馬の名前までは知らない、みたいな人多いと思う。一般ニュースのカテゴリーまで行ったのはオグリとウララまでだからね。ライス選んで春天で悶絶する流れまんま初期の日本版と同じで微笑ましい。チケでオグリ交換推奨するの既視感あってほんと草。日本はリリース当時アニメ2期8は当たりライス回だったからお兄様お姉様が引き換え券をライスにして春天で落ちてるのをツイッターとかで見たなぁ。ライスは春天クリアできても、そこでスタミナに振りすぎてスピードが足らずに URA クリアできないまでが一連の流れ。この後爆心で初ぴょいするまでが天ぷら。爆心教に入るんですよねわかります。爆心の教えは今なお迷える衆生を救っている正しき導き。ガチの救済措置で星1扱いだが、本来レジェンドオブレジェンド来たな。でも正直、対人戦にこだわらないのであればいかにグッドエンドまで持っていくか試行錯誤する楽しみができてよかったと思う。春天や固有と客室の噛み合わなさ距離適正の壁で厳選、選別され背中に鬼の宿る覚悟の決まったお兄様お姉様が生まれるのだ。
馬チャリを船と博打関係は明らかに日本を模範としている韓国。カジノは韓国の方が先だぞ、外国人しか入れないという仕様だけど、史実を知っているのと知らないでは結構違いそうだなぁ。多分これから配信開始になる韓国以外の国でも同じ現象が起きそうだ。ライスはやっぱり真っ先に選ばれるビジュアルなんだなぁ。アニメが先行しとるから。KRA は JRA におんぶに抱っこで運営してるからな。ババ造営から馬券販売システム、競馬場のオーロラビジョンまで全部教えてもらってた。韓国競馬は他の国と仲良くしたい思想頑張ってきたのに不意に上から潰されて呆然としてるってここで聞いて不憫になったわ。馬主さんはやっぱり富裕層だろうから仲良くした方が儲かるのはわかってるわね。アメリカ競馬や JRA をリスペクトしてるし、日本からの輸入種牡馬も丁寧に扱っていると聞いている。国としては好きじゃないけど政治で国際レース潰されたのは気の毒だわ。韓国ではあるが KRA には頑張ってほしいという気持ちはある。丸おばの同期二人が韓国で種牡馬になって一応最低限の産駒成績は出したんだっけな。名声オペラの子供らが頑張ってたりするからなんとかなってほしい気持ちもある。大和は韓国じゃどういう扱いなんかな？ある意味やばいのが桜。オーナーが南ではなく北だしどういう扱いになるのだろうか？韓国競馬はダートのみか、名声オペラが種牡馬として壊れた理由がそれ可能。今だったらタキット産駒のテスタマッタは日本に残ってたし、人気種牡馬になってたかもしれないな。まあ芝は維持に金かかるし寒すぎて無理じゃんって物理的な問題もある。中央の主要4条をあのレベルで維持するだけでも金のかかり方半端ないからねー。今後馬娘きっかけで日本の競馬場へ観光に来る可能性が、聖地巡礼と称して牧場巡りされるのはあまり感心できないなぁ。そのうち掲示板とかでお兄様あのね、するライスが向こうでも生まれるんだろうか？シナリオはどこまで実装されてるんだろう？ URA だけか？ URA だけ、あと根性は雑魚だし夏合宿で休んでもバステ治らないし、追い比べもない、完全にリリース直後の仕様。うわぁ地獄、もう昔には戻れない。そのあたりの調整入ってないんだな。据え置きゲームの感覚で考えるとなんか不思議だな。今の根性重視バランス馬娘 2.0 の仕様で戦わされたら爆心すらできなくなるからそのあたりは英断かなと。温泉券没収された人もいるんだろうな。今ではある種のいい思い出にはなってるけど当時はショックだったなぁ。遊戯王コラで温泉券破られるやつのハングル版作ったらあっちでバズりそうだな。配信初期に意地でもライスで初馬ぴょいした時は20周はしたから諦めるのはまだ早い。頑張れ韓国のお兄様、お姉様。同じ推しを推す者に国境はない。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。